ファルコン2000脱走ファルコン2000はフランスの脱走者が生産、販売している脱走ファルコンシリーズのビジネスジェット機ファルコン900をベースにした双発エンジン機でありファルコ20-200の後継として開発されたファルコン900は三発機であるために価格、運行経費が高いという端緒があったまたジェットエンジンの信頼性向上により 総発エンジンにおいても来たアメリカ大陸横断など、長距離飛行時における制限が緩和されたため、ファルコン900の総発型が開発されることとなった。1989年に、ファルコン X の名称で開発がアナウンスされ、1993年3月4日に、試作機が初飛行した。1994年12月にはフランスを呼び、アメリカで同時に、 形式証明を取得し、その直後から顧客への引き渡しが開始された。機体はファルコン900から垂直尾翼基部のエンジンを除いた形状であり、胴体後部左右にエンジンを装備する。そのため胴体は基本的にファルコン900に準じたものだが、エンジン水力の減少に合わせて胴体長が約2メートル短くなっている。 低翼配置の主翼もファルコン900のものを回収したものになっている。また、コックピットはグラスコックピット化されている。生産にあたっては、イタリアのアレーニアとリスクを分散する提携を結んでおり、後部胴体及びエンジンナセルの製造をアレーニアが受け持っている。現在までの総生産数は310機以上。軍用機として運用している国は、ブルガリア程度と少ないが、 2011年12月26日に韓国軍がファルコン2000を2機購入し偵察機として運用することを発表した。また厳密には海上警察組織であるが日本の海上保安庁も2015年にファルコン2000リットル XS ベースの洋上監視型の導入を決定した。ファルコン 2000LX ファルコン2000初期型ゼネラルエレクトリック製 CFE738 から1から1バイトエンジンを搭載。ファルコン 2000EX エンジンを、プラットホイットニーカナダ PW308C に変更。2001年10月に初飛行。ファルコン 2000EXEG2000EX のアビオニクス改良型。ファルコン 2000LX2000EXEG に、ウィングレットを装備し、 航続距離を 7408km に延長。ファルコン2 0 0 0 s 1円スラットを追加し、離着陸性能を向上させた型。現在販売中。ファルコン 2000LXS2000LX の離着陸性能向上型で、航続距離が 2000S より長い。現在販売中。ありがとうございます。